特掌寺は、神戸市中央区中山手通り八丁目後の二十三に、ある浄土新宗本願寺派の寺。三号は、光谷山。本尊は、阿弥陀如来。この寺の盆昇は、国の重要文化財に指定されている。本堂創立年代は不詳。元、天台宗の草案が、蓮如の摂津、張間巡釈の際に改修されたものと言われている。寺の縁起によれば、 慶長18年頃ある老人が出家してこの地に草案を営んだのが始まりである。寺の記録によれば、天保8年に本堂が再建されたとある。阪神大震災により、栗や首郎が全壊し、本堂も屋根瓦が落ちるなど、境内の建物に大きな被害を受けた。重要文化財。総高120.5センチメートル。後径75.1センチメートル。中道制。 金見は胴張りがあり、四方に毛差出す木を設けて四区に分ける。竜ズは、傘型を噛み、頭髪が上に伸び、相当の接するところに胞子を設ける。傘型は、コウモリ高く、上に二条の剣線を置く。上下体は、連続から草分を出し、父の間は四区。父は、半球形の頭部と、ラッパ型の頸部からなる竹状入の形式とする。 公園には駒詰めを作り出し、金見高に対する銅座校の比が25.1%と、平安時代後期賞よりも鎌倉時代賞に近い数値を示すなど、鎌倉時代賞の先例となる、過渡期の特色が顕著に認められる。竜図の方向と一致するように二つの銅座を配置する和賞の典型的な形式は、記念名称のうちでは、本賞が最古である。内側に、 佐市巨如来八国神言と、法老閣随神だらにの四行の盆地と、五輪刀一揆が要注されている。池の間一揆に要注されている名文によれば、大治四年四月七日、多地日頼朝によって忠造され、三十六年を経て破損したので、長官二年七月二日、孫、佐都市商人が懐中したとある。元、大和国祖江上郡にある神言。 そう、室派上新院の所蔵であったが、天保年間の本堂造営の時に、大阪の商人から買い入れられた。ありがとうございます。